やれ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 だぜ。誕生日が始まっちまったぜ。なあ、ドロー。あれ、今日はあの誰かからお呼びがかかる予定なんだけどな。わたべ先輩。あ、この声はボタンちゃん。ちょっと行ってくるわ。行ってきます。わたべ先輩。はーい、ようこそ私の研究室へ。なんか怖いから。チキショー、これじゃオーブンに入らないじゃないか。ちょっとオーブン。あの、渡辺先輩ちょっと大変言いにくいんですが、はい、あのそのカブトちょっと脱いでもらえません？いや、オーブンって言われてこれ、あの違います。脱げるわけない。オーブンじゃないです。オーブンじゃない。オーブンじゃないです。今日オーブン使わない？使わないです。本当に？はい。脱いで大丈夫？大丈夫です。じゃあ脱ごうかな。あの、ちょっと脱いで脱いで。ポイント。ポイント。ああ、よかった。今日はちょっと私の、あ、大丈夫だな。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫だな。大丈夫ですよ。今日私のね、ホームへようこそお越しいただきました。キッチンあるんだね。あ、なんか誰かの誕生日っていうのを聞いて、あ、なんか、ちょっとキッチンあった方がいいのかなと思って。なるほど、その人のために、うん、そうですね、うんうん、まあやっぱり誕生日といえば美味しい料理に、うん、まあそうだね、まあケーキとかね、うん、そうだね。そう、だからちょっとケーキを作りたいなと思ったんですよ。ただ、うん、ケーキを作る前に、うん、もうちょっとやりたいことをね。何やりたいこと？あります。やっぱこれなの。やりたいこと。やりたいことがありましたんで、ちょっとやっていきたいなと思いました。なるほど、はい。じゃあなのでちょっとついてきてもらっていいですかね。場所、いいよ、うん、場所移動します。先行って。先行った方がいいですか？先行って、うん、しょうがないな。じゃあちょっと、うん、ついてきてください。こっちです。大丈夫だろうな。あ、足元気をつけてください。優しい。足元気をつけてください。じゃーん。お、ここは私のホームでございます。うん、ここで何をするというのかね。まあ、やっぱりね、わた、これファイファイファイ。違う今日は一緒に歌えたらいいなと。お、いいですかね。いいんですか、逆に。逆に、あ、いいんですね。歌ってもらっていいんですか。ぜひお願いします。やったー。ということで今日は渡辺先輩と一緒に、はい、歌わせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。私がゲストみたい。せーの、優しい気持ち。泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知るのよ。無邪気な心で私を笑顔へ導いてほしいの。ぎゅっと私を抱きしめて。
忘れた。え、ちょっと買ってきていいですか。え、急だね。何味がいいですか。タレ。タレです。必要それ。必要です。じゃあ買っ、うん、おろしがいいかな。あ、オッケーです。大根、おろし入りがいいかな。大根たっぷり買ってきます。うん、ちょっと待っててください。いってらっしゃい。